神奈川、長崎、横浜、栃木、青森。こんばんは。今日はこれを食べます。今日はちょっとなんか普通の食事風景になるかもしれません。謎肉祭やっていきたいと思います。一人謎肉祭ですね。はい、もうこれ食べました皆さん。私はね、食べたことねえんですよこれ。謎肉祭、謎肉祭りじゃーん。謎肉すげえな。すごいね、容赦ない謎肉。それではホットウォーターを入れてまいります。あぶね、あぶね。今はね、こうやってやりながら入っていこうと思ったんですよ、画角にね。マスクしてなかったっていうね。生放送だったら放送事故ですね。もうそろそろ3分ぐらい経ちますんで、やっていきたいと思います。すごいね、むちゃくちゃ肉入ってます。あ、で今日はね、食べながら今日も飲んでいくんですけども、今日のね、お酒はいつ買ったか覚えてないめっちゃ謎のお酒、何これっていうお酒を飲みますんで、お楽しみに。じゃあまずは食べましょう。もうこれはね、味が分かってますからね、皆さんも、分かってると思います。この謎肉が多いだけです。いただきます。うん、安定感がすごいよ。なんだろう、でも気のせいかな、この謎肉が多いからか、ちょっと普通のやつより味が濃いような気がしますね。で、この知ってました？謎肉ってなんか大豆タンパク、肉と野菜が入ってるんですって。で、大豆のタンパク質とかをミンチにしたものらしいんですね。なので動物性&植物性のうまみが詰まっておるぞということらしいですね。やっぱり謎肉うまいね。一時覚えてますかね、皆さん、謎肉が廃止された時期があったのご存知ですか？コロチャーっていうね、つるっとした本当のもう肉の塊、本物の肉みたいになった時期があったんですけど、あれがね、いつの間にかやっぱり謎肉に戻ってたよね。このカップ麺においてのこのやっぱり肉は謎肉じゃなきゃダメだっていうファンの声があったんでしょう。うん、うめえ。このね、カップヌードルの思い出はね、昔ね、ちっちゃい頃よく市民プールに行ってましてね、その市民プールに行った時といえばこれだったんですよ、私の中でね。なんかね、売店みたいなとこで売ってて美味しいなと思いながら食べてました。ちなみに生まれて初めて食べたカップ麺は、UFO 焼きそばです、私は。はい、かなりちっちゃい頃だったんですが、鮮明に覚えてます。こんなうまいもんあんのっていう思った記憶があります。皆さんの初めて食べたカップ麺をぜひコメント欄で教えてください。ちょっと本当に気になる。なんでしょうね、皆さんの初めては。最高。それでは今日のサブの主役、謎のお酒持ってきます。はい、これ知ってます？これ名前見てください。恵まれたブラザー、何なんでしょう。なんかね、結構前に、あ、なんかで動画で使おうかなと思って買ったんですが、冷蔵庫の奥底にあって、あ、忘れてたと思って。何なんだろうねこれ。一応この恵まれたブラザーはリキュールです。で、アルコール度数が11度で、原産国大韓民国、韓国のお酒ですね。で、原材料がホワイトワイン、白ワインと醸造アルコール、ブラックラズベリージュースが入っているそうです。それでは飲んでみましょう。11度ですからね、こんなラッパ飲みするようなもんじゃないんですけど、これ多分炭酸で割ってスプリッツァーみたいにしてもねいいと思うんですが、ちょっと直飲みいってみます。メグマルトブラザー。
ジュースだね、ぶどうジュース、あのアルコール入りのぶどうジュースって感じです。うん普通に美味しい。あのなんだろうな、ファンタとかじゃないぶどうジュースってあるじゃないですか、あのなっちゃんのぶどうみたいな、それにアルコールを入れた感じです。ものっそ飲みやすいやつですね。これはね、炭酸で割るべきかなと思います。うん、後でちょっと割るかもしれません。じゃあね、ちょっと、メグマルトブラドルを炭酸で割ります。あ、熱い、脱いできた。ね、皆さんスプリッツァーっていうカクテルをご存知ですか？一応カクテルっていうのかな、ワイン、赤でも白でもいいんですけど、ワインと炭酸水を1対1で割るっていうね、これすごい飲みやすくておすすめなんですが、それをこの恵まれたブラザーでね、やっていきたいと思います。まあ甘いんでね、もうよりを飲みやすくなるはずでござーす。結構入れましょう。すげー色だななんか駄菓子屋でありがちな色ですね。はい、で炭酸水で割っていきますよ。恵まれたブラザー、ブラザー、ヘイ、いいね。なんかこのワイングラスなんてコイム TV で出てきたことないからびっくりしちゃいますよね。いただきます。もうね、これはねジュースです。非常に飲みやすい。うまい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 、いいね。今日もいいよ。このワイングラスはこう持つものじゃないですよ、こうですよ。昔めちゃくちゃワインにハマってて、前にも一回ちょっと言ったことありますけど、ちょっとソムリエ目指そうかなと思ってた時期があって、自宅にワインセラーとかあったんですけどの割にワインのこと一回も動画で言ってないっていうね。まあそんな過去もありましたね。これはね、こうやって飲むもんですね。もうジュース、非常に爽やかで美味しい。はい、というわけで今日は普通のお食事でした。謎肉祭りと、恵まれたブラザーので作るスプリッツァ、こちらをやってきました。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにお待ち申し上げております。さようなら。はい、ではね、最後までありがとうございました。こっからはね、ダラダラちょっと飲んで食べてやっていきたいと思います。ちょっとね、このアングルがね、どうしても定まんないんですよね。難しいんですよね、ほんとね。このご飯をこう綺麗に全体映しながら、かといって私のこの頭も切れずっていうのを、なんかうまいことできないかなと思ってやってるんですけど、ちょっと厳しいっすよね。だからこういうね、いやーダメだな、ちょっとすいません、もうちょっとYouTube に時間をかけて勉強すればいいんですけど、もう収録と編集しかできてないんで、すいません。うまいわ。ちょっと足そう。これぐらいでもいいね。今日ね、またね、またちょっとなんか避難警報出るんじゃねえかっていうぐらいね、めちゃくちゃ雨降ってるんですよ。大変ですよ、もう。なんか最近ちょっと変なんですよね、気候がね。皆さんは休みの日何やってますか？私はね、休みってあんまりないんですよ。すごい休みが少ないんですけど、もう朝から晩まで休みってなった日は、まあ、ほぼほぼ 100% サウナね、サウナ行ってますね。で、サウナ入って、サウナに入ると、五感がすごい研ぎ澄まされるので、サウナの後に美味しいものをね、こう食べる。これがまあほとんどかな。もうサウナ通って何年になるだろう。もう今ブームじゃないですか、サウナブーム。芸能人の方とかね、結構 YouTube で紹介したりもして、サウナ専門チャンネルとかできたりしてね、めちゃくちゃもうブームですけど、もうブームがはるか前からずっと通ってますね。10年以上かな。
何年だろう、前の会社の時のあの時だから2009年ぐらい、もうちょい前かなぐらいからね、もうずっと通ってますね。あの緊急事態宣言中はいつも行ってるホームのサウナが閉まってたりしてたこともあったので、その時はかなり厳しかったけどね、相当あのねリラックスできますしストレス解消になるんでね、うん、なかなか良かったね、恵まれたブラザー、うん、恵まれてますわね。これどんどん濃くなっていくってね、11度あります。めちゃくちゃまったりしてますよあ、そういえば野球もね、もう終わったね、終わったって、あのセリーグはね、巨人の方とヤクルトの方はまだこれからですけどね、阪神ファンの私はもう終わったので、いやーほんと楽しい1年でした、うん、阪神タイガースの皆さん最後まで楽しませてくれてありがとうございました。でね、こう阪神に勝ったからには、あの巨人さんにね、あの勝ち上がってもらいたいという気持ちもありますね、うん、うまかった。はい、それではねこの辺にしたいと思うんですけど、前回ボツになってなければ、ニンニク納豆ペヤングの動画を出したと思うんですけども、まだねちょっと変なペヤングシリーズの在庫が我が家に2つほどあるんで、ちょっとペヤング多くなるかもしれませんけども、ご了承ください。ああ結構回るね、11パーですからね。はい、そんなことなんでございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ここはね最後の最後なんでね、よっぽどの方しか見てないと思うんで、はい、ありがとうございます。そんなあなた大好き。それではまたお会いしましょう。さよなら。